映った。映ってない。あ、映りました。映ってますかね。映ってますか。はい、どうも。ホームスイートホーム。やっていきます。こんばんは、どうもどうも。お疲れ様です、皆さん。こんばんは。まあ、ホームスイートホーム、やったことある人いますかね。一応、2017年の、タイだったが、の会社が作ったホラーゲームですね。スチーム版なんで、日本語対応してません。英語かタイ語か、それだけですね。で、とりあえず英語で、設定してますけど。こんばんは、どうもどうも。コロナの話ではないですね。で、ちょっと音量でかいかもしんないんで、音量はちょっと小さめにしてやってます。じゃあやりますかね。とりあえずニューゲーム選択して、スタートします。Go。このゲーム、あれなんですよ。スピードラン .com とかそういう、あれがないんで、ランキングがないんで、もう、ルールとかないんすわ。どこだこれ？どこだこれ？こっちか。ルールとかないんで、今適当にタイマー始めましたけども、ルール、自分のルールが世界のルールなんで、とりあえず、ニューゲームをして、スタートしたら、タイマースタート。で、ストップが、一応、キャラクター操作が不可能になった時点でストップですね。で、このゲームは、タイの、なんか、仏教的な、宗教かな？なんかそういう考え方をこう、ホラーゲームに反映した感じのゲームですね。基本的にこの人しか対峙しないですね。この人声うるさいんでちょっと音量低くしたりとかしてすいません。お願いします。で、ストーリーとしてはぶっちゃけ5分間で説明はできます。5分間あれば説明、ストーリーの説明できますね。一応、どうしよっかな。説明、ストーリー最初しちゃいますか。とりあえず、この今操作してる主人公、ティムっていう人なんですけど、ティムっていう人なんですけど、この人が寝て起きたら、妻のジェーンっていう人がいなくて、で、こういうなんかわけのわからないところに瞬間移動みたいな感じで飛ばされてて、ここから抜け出そうみたいな感じのストーリーから始まって、最終的にはその妻を探していろいろな場所をこう探索するみたいな感じですね。で、探索してなんかこう脱出みたいな。はい。で、それが一応メインのストーリーなんですよ。で、なんで妻がいなくなったとか、そういう補足が、この先行くと、その、妻の日記みたいな感じで、
落ちてて、それをこう見ながら辿っていくと、あ、こういう風になってこうなって妻がいなくなったんだなっていう風に繋がるんですね。セブンに近いですね、ぶっちゃけ。バイオセブンに近いですね。で、一応このカッター持ってる女の人のストーリーもあって、また別のキャラクターのストーリーもあるんですけど、それは一応サブストーリーみたいな感じで言われてて、あ、これは別に近寄っても、ほい、ドアは静かに閉めてください。で、一応このゲームめっちゃ暗いんで懐中電灯はつけます。比較的多くつけます。ライトで照らしても反応しないところもありますね。基本的にこのゲームの安全地帯はロッカーなんで、ロッカーに隠れれば、そのロッカーに入るのをあの女の人に見られてない限りはバレないんですけど、ロッカーに入ってこのライトつけて煽ってると普通にバレますね。で、バレてやられます。うぃー。で、この今の、デレンっていうでっかい音が鳴ったら、敵にバレたっていう証拠ですね。あ、で、こうやってなんか、ストーリーの途中でこう、絶対にバレる場所みたいなのがあるんで、そこら辺は怖くないんですけど、予想だにしない部分でこう、バレたりすると、めっちゃビビるっていう。未だにビビってしまうっていう。で、今こんな状態ですね。こんな状態、ロッカーに入ってこうやって見えるじゃないですか。あの人が。この状態で、こうやって、ライターじゃねえや。ライトを、あの女の人に向かってつけると、バレます。で、ここから一応、見にくいんですけど、あそこの扉があって、あの先に行くんですけど、こうやって歩いてくるの遅いんで、ここで、OK。あそこで足音を立てて見つかることで、この女さんをここに、おびき寄せることができるんですよね。で、本来ならここ走れないんですけど、こうやって、あそこにおびき寄せることによって走ることができると。頑張れ、どうもどうも。で、今、フューズが壊れてるんで、その新しいフューズを見つけます。で、戻ると、絶対この、ラジオが反応して、バレるんで、走っていって、バレない位置まで、移動して、通り過ぎるのを待つんですよ。で、こうすると普通に攻略するよりかなり早く移動できる。これは私しかやってません。私しか走ってないんで。で、こうやってデレンって。もうバレても、後ろのシャッターが閉まってるんで、もう全然怖くないですね。でーて。で、今拾ったのが一応、抵抗できるアイテムみたいな感じで、主人公は、立って歩くか、しゃがんで歩くか、立って走るっていう行動しかできないんですけど、立って走ってる間に、キャラクター敵に追いつかれたら一回で死んじゃうんですよ。でも立って走ってる状態で敵に追いつかれるとボタン連打で対抗できるんですよね。で、それに打ち勝つと即死じゃないっていう、それに負けると死んじゃうっていう。
そういう一応、なんて言うんでしょう、救済みたいなものがあって。まあ、HP じゃないですけど、一応そういうのはあるんですよね。で、なぜか、こう、これ自分の家ですね。主人公の家ですね。で、この人が妻ですね。で、妻が、いた時の、甘い記憶。で、こう、床とか壁とかにだんだんこの赤い糸が出始めるんですよね、このゲームは。プラス33。まあいいや、タイマーはいいや。で、家から出ると、またなんかこう、わけのわからないところに飛ばされて、ここは実は確か刑務所だったかな。刑務所に飛ばされるんですよね、家から。で、なんで刑務所かっていうと、この先の敵は、さっきのカッター持った女の人じゃなくて、その、死んだ人が、お化けになっちゃったっていう敵が出てくるんですよ。で、一応乱数の箇所として、この先のチョークの線の数が乱数で何本あるかによってタイムが変わるっていう。1234、1234567、418なんで、これが、ここにある南京錠の、カニになっちゃってるっておかしいな。カニになっちゃってる暗号なんていうの数字になってるんですよ。で、これから出てくるのはこれ。番号、そう、番号っすね。カニになりたいねって。それカニじゃなくて、カマキリやん。で、今のが、この先の、敵。マジで割とビジュアル的にはバイオセブンの、なんだっけ、ジャック・ベイカーだっけかに、すごい似てるっていう。で、今この流れてるラジオは、そのタイの宗教的な考え方の、なんか、説明ですね。ここで、進撃の巨人。で、まあ、華麗に避けますと。左を歩いてますね。で、タイのその宗教的な考えでは、生前に悪いことをした人たちは、地獄に行くと、こうやって化け物の姿になって、転身するみたいな、考え方らしくて、特にこのでかい化け物は、生前になんかこう、ものすごい悪いことをして、しまった人らしいですね。で、一応この人生前の前の名前がなんだっけ、ピチャイ・マナブーンとかっていう、なんだっけ、暴走族だったかな。暴走族にいた人で、なんか生前祖母に乱暴したり、犯罪とかやってたりして、相当悪さしてたから、なんか死んだ後にこうやって、ものすごいでかい化け物になっちゃったっていう。手にプリで見たってそれあれじゃん。多分、デュークホームラン止めた人じゃないですか。だって、うん、ああ、タイで学ぶんだよね。タイで暴走族は重罪なんすか？それはちょっと初めて知った。
で、ドライバー先に拾います。で、さっきのでっかい黒いやつじゃなくて、小さい黒いやつもいるんですよね。小さい黒いやつは、暴走族のその、ピチャイマナブーンの手下っていう。186。手下は手下だから、意外とこう、多分、罪的なものも軽いから、こう、あんまりでっかい、ガキって言うんですけど、あの黒いやつ。ガキにはならなかったっていう。デュークホームランで腐っ。で、一応この黒い人たちのサブストーリーはそんな感じらしいですね。とりあえず悪さするとこういう化け物に変わっちゃいますよと。まあ、ここら辺しか出てこないしな、この人たちは。グラップラー、それはバキじゃないですかね。これガキなんで。グラップラーガキじゃないですか。モニュ。で、先に行くにはこの資材をどけなきゃいけないんで、クレーンで引っ掛けて、これを上に持ち上げます。なんで下見てるの？あー、ライン取り。ライン取りを意識して、やってますかね。なんでこのゲーム走ろうと思ったのか。このイベントがあるから。で、一応こいつはさっき言ったその走ってる間に抵抗できるっていうアイテム拾ったんですけど、こいつに関してはそれが効かなくて、普通にやられちゃいますね。見つかって、オープン。見つかったら普通に即死しちゃいますね。で、この箇所は上を見てるとさっきのでっかいやつが上から手出して攻撃してくるんですけど、それを未然に防ぐことができるっていう。で、このね、なんか記事を見ると、この扉が開くっていう。タイ人見てて腐って。で、ここで、まあ、追い払います。この、でっかいのを。オーベイ！お前、違うぞ、それ。打ち合わせと違うぞ。おめん！え？死んでしもたわ。マジ？ちょ待って。マダブ強いんですよ。マダブ強いんですよ。違うんですよ。ここ行くと、お、マジで？なんで？ちょっと、なんで？なんで？なんでそんなに、ちょっと俊敏な？いつもだと、このうめき声がするときは、必ずその、置いてある障害物を取り除くときの声なんですよ。で、障害物取り除いてる間は見つかってもバレないんですよ。おお、なんか怖えな、お前。バレないんで、いつも通りなら、こう、さっとカニ取って、さっと
アイテム取って倒すんですけど、なんだろう。本番ですよ。学ばれましたね。で、今何したかっていうと、このガキたちは線香が好きらしいんですよ。なんで線香をさっき手に入れて置いて、で、線香に火をつけるためのマッチも拾って置いて、で、あとなぜかお供え物として肉まんを置くと、その、満足して帰っていくっていう。で、その先の道を進むとまたなぜかこの自宅に戻されるんですよね。で、ベッドの脇でポルターガイスト。かわいいって。成仏したんじゃないですかね。で、1回目がベッドの脇でポルターガイストして1階に降りて1階のトイレに行って2回目に窓で鳥を見てもう1回1階に降ります。まだトイレにちょっと入る。裏返ったーって、それ。なんだっけ。列海洋。で、3階部屋に戻ると、ポルターガイスト。で、もう1階の前に、このキッチンの、ちょっと入ると、机から瓶が落ちてくる、トイレ入る、キッチンの奥に行く、タイではキッチンに、なんだっけ、洗濯機があるんですね。で、これで一応とりあえずのフラグは終了。フラグ回収するとこの今のこの置物が落ちてくるっていう。で、あとは待ち時間ですね。これあの、このトイレじゃねえや、テレビつくんで勝手に。で、この部屋じゃねえや、この家、ライトないとこんなに暗いんですよね。なんか、オーブみたいなのもめっちゃ待ってるし、めっちゃ怖い。食器は洗えないね、食器はさすがに。いじれるのは、この、電話だけっすね。トイレかっこテレビって。なんでこんなに荒らされてるのかはちょっとわかんないっすね。さっきのガキたちが荒らしたのかどうなのか。で、勝手にこうやってなんかカウントダウン始まって、まさにこれがカウントダウン TV ですな。で、カウントダウンし始めたら、この電話とソファーぐらいのこの辺りでちょっとうろうろすると2階の自分の部屋のタンスが動く音がするんですよ。それが一応フラグの合図ですね。はてな、うまかったやろがいい。早く来ないかな。60秒だぞ。60カウントしてるぞ。来た。よし。このタンタンタン、ガーっていう音がしたら、このタンスが動いてるんですよ。で、2階の自分のトイレに入ると、1階の電話が鳴る。で、1階の電話が鳴るんで、それを取って、ちょっと放置。で、ここ妻の仕事部屋なんですけど、今鍵開かないんですけど、勝手に自動で開きますね、これは。
で、入って奥戻って行って振り、ま、振り返ると、なんか本が勝手に浮いてるっていう、そういうアトラクションですね。で、テレビの前行くと、階段の上からサッカーボール。登るとトイレ閉まる。で、とりあえずまたフラグは全部回収したんで、さっきここ妻の部屋入ったんですけど、明るい時に入った妻の部屋ですけど、ここがまた開くんで、ここ待ちですね。ここは本当にすごい待つ。本当にすごい待つ。なんかカチャカチャ音すんだけど、怖っ。何何？誰？ここ、ちょっと昼間練習したんですけど、ここでなんか新しいバグを見つけて、なんか、イベントを、イベントが正しく進行しないみたいな。イベントじゃねえや。バグを見つけちゃったっていう。新チャードじゃないんですよね。一人で怖くてこれできないな、これじゃ。俺もできなかったっすね。めっちゃ初見プレイは、ガチでビビりまくり。最初のエリアでもう、開いた。で、入るとまた、思い出ですね。で、部屋の隅になんかいるよと。で、なんかいるよって言ってる妻は、この化け物たちが主人公より早く見え始めてたっていう。俺だよって。あ、あ、進まね。なんだこれ。あれは俺もびっくりしましたね、初見の時。ガチでびっくりした。で、この先からは、勝った女さん、再登場ですね。あ、妻だ、待てーって追っかけるといるっていう。お、取れた！マジだ！すげえ。こうやってイベント中なんですけど、ここに蚊に刺さってて、それを、取ることができました。結構難しいんですけど、取ることができました。で、蚊は錆びてるんで、その錆をどうにかしないと使えないよっていうことで、この、ここ学校なんですけど、学校の薬品を使って、錆を落とします。水と、週3だったかな？ちょっと英語で覚えてないですけど、水と週3だったかを、そのビーカーで混ぜると、錆のついたカニの錆が取れるっていう、よくわからない仕組みですね。で、さっき言ったのは、なんか見張りをしてるガキですね。見張りをしてるガキは、ああやって主人公を見つけると、この買った女さんを、その、主人公の場所まで誘導するっていう。で、この先買った女さんちょっと徘徊するのがだるいんで、あのロッカーのところに足音を立てて誘導して配置しておくんですね。で、その間に週酸と水を混ぜてカニの錆を取ります。で、あとは走って切り抜けます。で、バレますよ、これ。ういっす。
で、バレるんすけど、さっき言った通り、走ってる間は、2回まで抵抗できるんで、死なないんですよ。だから逃げます、これ。で、こうやって、あと1回耐えられるんで。本来の初見プレイとかだったら、ちょっとビビってこう、様子を見ながら、ゆっくり移動したりとかするんですけど、もう慣れちゃってるんで、もうここは暗い、ライフで受けますね、これは。で、あそこに妻がいるんですけど、あそこはカードキーがないと開かないんで、回復タイミングもうちょいで出ます。で、カードキーがないんで開かないんですけど、カードキーを取るためにエレベーターを起動させます。で、エレベーターの起動のために今ブレーカーを起動しました。で、まあ帰り道もこうやって湧いてるんですけど、まあこれで2回目の抵抗なんで、まあ死なずに、ここで、やり過ごせて、で、回復タイミングは、リスタートです。で、リスタポイントは一応、エレベーターに乗ったタイミングで更新されるんで、こうやってエレベーターに乗ってリスタすると、抵抗する回数がなぜか回復するんですよ。なんで、あと2回またこうやって、抵抗できるっていう。これ多分ゲームの仕様ですね。これに関しては。で、これ正面から行きます。正面から。うっす。で、こうやって穴の開いてるロッカーもあるんで、穴の開いてるロッカーにそのまま入ると、バレて殺されるんで、こうやってしゃがむ必要があるんですよね。お、イーロン数じゃん。まあ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 、いいんじゃない?で、ここはちょっと右側にこう、移動しようとするとなんでそう来るの?なんでそう来るのよ。おかしいやんけ、お前。なんだこいつ。で、ここにはカードキーがあるんで、183476を入力することで、このカードキーの使用をすることができます。よし。おお!よし。なっとるやろがいって。で、鍵を取ったんで、もうここにはおさらば。逃げ切ります。俺の電話番号やめろって。3回押して。お、来てる。めっちゃショートする。3階に戻ると、このカードキーで開かなかったこのドアが開くんですよね。あ、で、こうやってこのゲーム BGM 結構バグるんで、見つかってないのに、こうやって流れ続けるっていうどうでもいいバグがあるんで。で、ここも、この、見張りのガキたちを先行を使って誘導して、見つからないようにするっていう成功法があるんですけど、それも全然気にしなくていいっすね。結局、食らって抵抗すれば、そんなの無意味なんで。で、この後は、イベントですね。で、この教室で、あの買った女さんは死んでたようです。で、この部屋に入ったタイミングで、またリスタ。
リストするとまた抵抗できる回数が増えますね。で、序盤の部屋と同じ部屋に来ますけど、ここではこのろうそくを消して封印を解くっていうチュートリアルも兼ねてて、お、イーランス。この赤い糸が、赤い糸の先にこのろうそくがあるっていう。もちろん俺らは抵抗するぜ。で、なんか、うーんって言ってましたけど、このカッター女さんは、好きな男がいたんですよ。でもその好きな男は、もうすでに彼女がいたんですよね。で、いたんだけど、あと、ちょっと止まったな。びっくりした。好きな男がいたんだけど、その男、お、やべ、気づかれた、マジで。好きな男がいたんだけど、さ、その男にはもう彼女がいて、よし、彼女がいて、まあ、付き合えないよっていう状況なんですけど、その彼女に対してこの買った女が国を吐いて死ぬっていう呪いをかけるんですよ。その男の彼女に対して。だけども、その男の彼女は、その呪いがかかったっていうことになぜか気づいて、その呪いごと、お、ラッキー。呪いごとをその買った女に跳ね返しちゃうっていう。で、一応この買った女は、その好きな男に対しても呪いをかけてて、まあ、それが、その買った女と男が両思いになるっていう呪いなんですよね。で、男にかけた両思いの呪いには、副作用があって、その両思いにならなかった場合、男は死んでしまうっていう。で、ここも誘導します。で、副作用で死んでしまいますと、男も。だけども、その男の彼女、正規の彼女は、その自分にかけられた国を吐いて死んでしまうっていう呪いをこの買った女さんに跳ね返してるんで、買った女さんはその跳ね返された国の呪いで死んでしまうんですよね。で、死んでしまった結果、死んだ人と生きてる人で恋人になれないんで、男も死んじゃうんですよ。それが一応この買った女さんたちのサブストーリーがあるんですよね。なんで襲ってくるのかちょっとわからないけど。で、そろそろもうそろ終わりかな。ちょっともう一回説明して。で、これから最終決戦に向けて発動しますわ。で、一応今のイベントで、聖水がこの女に聞くっていうことを意味したイベントなんですよ。聖水を使って、あの女の人を一時的に撃退できるっていう。で、同じエリア来てるんですけど、ちょっと、配置とか変わってて、攻略するのがちょっと難しい。その聖水をこう、糸に染み
渡らせて火をつけると結界が生まれて、その結界にその呪われた人たちをこう入れることによって、こうなんていうの、まあ、撃退できますよっていうイベントだったんですよね、今のは。つまり今からそういうことをやる必要が出てくるよっていうことなんですけど、でここは今もうさっき言ったその赤いろうそくを消して封印を解くっていう場面ですね。でここ戻りますけど、出会い頭います。あれ、これ何回目だ、俺2回目かな、何回俺抵抗したっけ。あ、2回目かな、これ2回目か。でここで一応1回リスタかけてあれします、回復します。あ、2回目どうもどうもありがとうございます。で回復したっていうことは、この先ゴリ押ししかしないっていうことですね。銅板製板ってすごい懐かしいですね。でここにも見張りプラス女がいるんですけど、無視して走ってろうそくを消して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 走りながら戻りますわ。で、あと1回か。あと1回あればラスト最後大丈夫だな。上手に消せましたか。すいません、本当にホラーゲーなんですかって。これはめちゃくちゃ怖いっすよ。で2箇所今消しましたけど、3箇所目は3階にあります。2箇所は2階にありましたけど、3箇所目は3階にあるんですよ。3階の放送室にあります。お、来ねえな。あ、来た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 。3階の放送室。あ、このゲームエレベーター押しにくいんだよ。スタイルいいっすよ、めっちゃ。で、3階の放送室の鍵を使って開けて、放送流れるんですけど、これはさっきのカッターの女が死んだっていう嘘の放送ですね。で、これが、そのカッター女が好きだった男。ああやって死んじゃうんですね。で、これで2階に降りると、すべての封印が解かれてるんで、ここで最終決戦ですね。で、一応、あと1回、あれできるけど。ん？なんだ？ん？あと1回、抵抗できるけど。一応抵抗できる回数を2回に増やしておきますわ。ここで最終決戦ですね。ノコギリと聖水の入ったボトルを拾います。で、ラスボス、これ鉄の棒で、左にあるこの白いゲージが鉄の棒のライフですね。これをノコギリを使って完全に減らすと倒せます。はい、よい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 よ。で、まあこうやって邪魔してくるんで、
これを聖水を使っていかにかわしつつこのラスボスのライフを削り切るか、これが重要になってきますね。ヒミニから来てる、引っかかった。で、ああやってこうどこに現れるかちょっとわからないんで、俺もデレンっていう見つかった音がしたら即座に逃げます。俺はDIY がラスボスって、どっから来た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 。よし、ちょっと音がでかくて聞こえない。これいけるかな？これで減らしましたと。これで脱出完了ですね。で、こう走りながらノートを見るっていう。ノートを見る。おお、なんだこの野郎。いや、死なないんかい。で、ここだけなぜかすんごい重いっていう。あ、暗くて見えない。で、もう終わりですね。これは。もう終わりです。あー、男さん。助けてー。で、うわーってやられたと思ったけど、ここでこの感動の再会を果たして難を逃れるっていう。そんな感動の再会のシーンはどうでもいいんで、俺はあの扉に走って向かいます。ピッ。まあ一応内心あの女の人も後悔してるんじゃないですかなっていう最後ですね。で、ここでこのノートの切れ端、これは絶対に拾わなきゃいけない。で、ここはもう、長ったらしいランですよ。ここはクソ長いです。マジで。奥さんは、このゲームでは、どこに行ったかわかりません。正直に、おっしゃいますと。このゲームではわかりません。ノートには一応その部屋の、家の部屋に、その短刀、短い刀がある場所が記されてあります、ノートには。これエピソード1です。これエピソード1です。すべてがわかるのはエピソード2です。1と2で別々のゲームとして存在してます、一応。2もやりました、僕。10時間ぐらいかけてやりました、2も。課金、まあ課金っちゃ課金ですね。2が、これがまたクソつまんないんで申し訳ないんですけど。こんばんは、どうもどうも。2がちょっと本当にこの1の雰囲気のホラーゲームを受け継いでない、ただのスタイリッシュ国差しアクションなんで、ちょっとそれをやる気にはならないなっていう。当然英語も完備してない、英語じゃねえや、日本語も完備してないんで。で、さっき拾ったノートにはこの棚の上にこのアイテムがありますよと。で、これ担当が入ってる箱なんですけど、それを拾いましたと。で、拾いました続編に続きますですね。
で、2じゃなくて、今この操作してるキャラクター、これは一応、妻です。で、なんで妻が、ここにいるのかっていうのが、一応日記に書いてあるんですよね。で、この妻がここにいるのは、その、お化けとかが見えるようになりましたと。妻がお化けが見えるようになりました。これをどうにかしたいです。っていうのをお寺に相談しに行ったら、お寺に相談しに行ったら、まあ、この短刀を持ち歩けと。まあ、これは、この短刀は魔除けだと。確かそういう内容だった気がするけど、そう言われたんで、これを持って、なんか、歩いてるんですよ。俺もちょっと日本語訳やってないんで、詳しいのはわかんないですけど、とりあえずこれを とりあえずその呪いを解きたいがために、妻は、この、お寺にいるんですよ。で、一応ここら辺からがエピソード2の内容に入ってきてて、まあ、とりあえず1で言えるのはそこまでが限界ですね。呪いを解きたいんでここにいます。妻が呪いを解きたいんでここにいます。っていう。奥さん襲われて終わりですね。で、その、奥さんを襲った敵がエピソード2に出てきます。っていうので、旦那もエピソード2ではこの場所に来て、その奥さんを襲った敵と戦うんですよね。旦那は、そのエピソード2の冒頭のシーンから察するに、その担当の入れ物を開けて、見て、妻がいねえっつって、酒に明け暮れて、うーってなってる状態で、なんだろう、なんだっけな。どうやって、ここに来たのか覚えてない、2やっても。ちょっとマジで2は曖昧。とりあえず1はここで終わりなんですよ。旦那があそこを抜け出して担当を見つけました。で、終了。で、妻はここにいます。ここにいるというか、こういう経験をしてましたっていうことなのかな。こんなに歩かせる必要ないですね。で、一応2だと坊さんも出てくるんですよ。で、坊さんも出てくるし、なんなら担当も使えるんですけど、なんも面白くないっていう。ここでタイマーストップ。エピソード2ってなるんですね。これで、1は終わりです。じじいありがとうございます。どうもどうも。夜遅くありがとうございます。で、一応2見た限り、さっきの敵の女の人のサブストーリーもあるんですけど、わからないです。ちょっと理解できなかったです。まあ、完結しねえのかよっていうのがまず最初の感想ですけどね。個人的には。気になる人は2を買ってみてはいかがでしょうか。僕はおすすめいたしません。
1がこの通り結構なホラーゲーなんで、ホラーゲー好きな人にとっては満足できます。でもストーリーの先を知りたくて、かつホラーゲーの要素も楽しみたい人は2はやらない方がいいと思います。2は長い上に作業が多いんで、かつそのアンバランスな感じのアクション要素も入ってきてるんで、全くちょっと1とはかけ離れてますね。香川県に押し付けろって。まあここはそうだな、何も見る、クレジットで見るか、ちょっとだけ時間あるし。まあそんな感じですね、このゲームに関しては。まあで1に関しては本当にそのホラーゲームとしてはかなり怖いしスリルもあるんで面白いと思います。1だけでも買う価値はあると思いますね、そのストーリーを気にしなくても。あとなんか言うことあるかな。日本語対応になってますかね。日本語対応なってないんじゃないですかね。サウンド DUB イングリッシュとタイしかないですよ、言語が。アップでも来てないんでなってないんじゃないですかね。 PS4 では日本語でできるのは俺も知ってるんですよ、ガバガバな日本語訳でしたけど。まあそんな感じですね、このゲームは。時間としては51分35秒なんで、まあまあ早いですかね。ワールドレコードは自分の記録の50分56秒だったかな ?51 だったかどっちか忘れましたけど、とりあえずそれが一応、現段階では一番早いと思います。よし、終わりますかね。何分だ ?2 時56。では終わります。ぜひぜひ Twitch の私のアカウントのフォローもよろしくお願いします。Steam で日本語やったことある？マジっすか。じゃあ俺がわかんないだけかな。マジか。まあ、一応 YouTube でも活動してますんで、Twitch の方、登録していただければわかると思います。お疲れ様でした。ではではまた。ありがとうございます。お疲れ様です。